を弾く自分と作詞をしてる自分は違うですか？違う自分？あんまり区別したことがない。スーパーカーっていうものの作業だから、スーパーカーの人っていうことでしか考えたことはない、同じだと思う、ね、ギター弾きながら詞書くってわけじゃないもんね。やっぱり曲作りとは違うからね、でも書いたのを弾いて合ってるかどうかっていうのはやっぱり何回も調べる。他の人で、まあ、あの歌詞でこの人意外に面白いなと思ったりしたことありますか？いや、すごい結構いっぱいいますよ。奥田民生氏も好きだし、なんかね、普通に聴いてても曲全部は知らなくても、その言葉に入って、なんていうのかな、ここだって思う言葉に入った瞬間の感覚で、ああもうこの人はすごいなとかって思ったりしますね。国語とか得意だったの？原告とか。うち理数系の学校だったから、国語っていう授業がほとんどなかった。古文とか全く分かんない。ないの？授業に。授業はね、国語っていう授業しかなくて、その中でなんか何があるの、普通原告とかっていうよね、原告とか古典、古文、あと漢文、漢文、漢文もほとんどやんないね。やったのはなんか本当国語の授業でも教科書通りやることはほとんどなくて、なんか4コマ漫画を文章にして最小限の言葉で伝えるにはどういうふうにするかとか、そういう論文を書くときに必要なテクニック、もろ理数系っぽい授業。そっか、だから余計になんかあるかな、ああいう 理科系の学校に行ってたから余計に文系に憧れたとか、そういうのあるんですか？憧れはないけど、でも下手に勉強しなくてよかったなとは思いますよ、なるほど。自分でライブ中に中郷が歌っている時に一緒に実は歌っているとか、そういう感じってありますか？歌ってる時はありますよ、ありますよ、自分の書いた詩を中郷が歌うってどんな感じなのかな。最初はすごく照れくさい時もあったけど、最近はもう逆に、あ、ここ歌いづらそうだなとかって思うと、もう直したくて仕方がない。自分が発音するものじゃないから。あ、もう出来上がっちゃった曲でも、うん、それは直さない。それは直す。直すの？それは相談してっていうよりはもうここ直した方がいいと思う。そう、もうガシャってブースに入ってて、こここう変える、こう変えるって言って、すごいな、プロっぽいね。なんか、あ、でもね、その場にいたらプロっぽくないと思います、ね。今何が一番あれですか、達成感がありますか？スーパーカーやってて、やったみたいな。やっぱアルバムとか曲とか、ここで仕上がりっていう時に立ち会って満足いくのが一番楽しい。どんどんやっぱ満足度は上がってる？うん、麻痺してくるもんかなと思ったけど、逆にどんどんやりたいことがやれるようになってくると、それはそっちの方が楽しいと思う。ハードルもね、高くなってるもんね。でもね、アルバム8枚目とかなったらね、どうなるか分かんないですよね。でも8枚目は8枚目の楽しみ方をすれば、いいかなと。8枚目のアルバムは初めて作るから大丈夫かなっていう、30ぐらいになった時の自分を想像できますか？ヒゲとか生えてると嬉しい。ヒゲが欲しくて仕方ないんですよ。
ひげ生やそうかなと。ひげが濃くなりたいんですけどね。貫禄がつくといいな。